ノドン。ノドンはノドンは北朝鮮が開発した準中距離弾道ミサイル。とはこのミサイルが確認された地名のソウル方言による発音から西側が付けたコードネームであり、北朝鮮では火星7号と呼称される。北朝鮮は自国の弾道ミサイルに火星の故障を使用しており、スカット B を火星5号、スカット C を火星6号、ムスダ弾を 火星10号と呼称している。日本の一部マスコミは当初、労働という字を当てていたが、これは朝鮮語において、とが、同音、ソウル方言、ピョンヤン方言であることからの誤解である。開発国の北朝鮮のほか、事実上の輸出型がパキスタンとイランにも配備されている。またかつてはリビアが配備していた。ノドンは、 旧ソ連の R-17 短距離弾道ミサイルを北朝鮮が拡大改良したものとなっている。全長16メートル、直径が1.35メートルで、重量16トンであり、液体燃料、ロケットエンジンを使用した自走式準中距離弾道ミサルで、液体燃料は常温保存液体式、ペイロード約0.8トンから1.2トン、セップ。 半数名中半径は190メートルから2500メートル、発射母体は車両や固定発射施設サイロとなっている。誘導方式は R-17 が積載している3機のジャイロスコープが1組になった完成誘導装置を使用している。FAS によれば最近北朝鮮版 R-17 でセップ50メートルのどんで セップ190メートルと判明したとされており、プレビアスリーソート 2b セベラルサウ l t h o ー s a ー以前は数千メートルと考えられていたと記載されている。民生用の GPS を悪用してセップを向上させている可能性があるとされている。ノドンは液体燃料、ロケットエンジンを使用するが液体酸素、液体水素燃料と違い1時間ほどで 燃料注入が可能で、即応性もそれなりにあり、常温保存可能なものである。酸化剤は、抑制赤炎症酸。燃料は、非対称ジメチルヒドラジンと見られている。また、赤炎症酸は腐食性が強いので、腐食性を抑制するため、フッ化水素等を0.6%混合した、抑制赤炎症酸を使っている。耐食性の弱い軽いタンクで1週間前後、 耐色性の強い重いタンクで数ヶ月は充填したまま保存可能である。旧ソ連の潜水艦発射弾道ミサイルやサイロ式、大陸艦弾道ミサイルでは燃料、酸化剤を充填したまま数ヶ月の速報状態に着くこともあったが、射程の延伸のために R-17 の解説系を行ったノドンが、米ロードを削るタンクの構造強化をどの程度行っているのかは不明であり、 具体的な期間は判明していない。ただし、基本的には R-17 の拡大版で、あるだけに、エンジンの出力については倍程度となっている。ノドンは移動可能であり、旧ソ連のマス 543P を国産化したミサイル発射車両に搭載されて、山岳地域に建設されたといわれる地下施設で発射待機を強いると推測されている。発射された場合、 80秒ほどロケットモーターが作動した後、弾頭部分が切り離され、目標に落下していくと考えられている。この時高度 200km まで上昇し、大気圏に再突入する際の速度は、毎秒 3km になる。目標が日本なら6から11分程度で、日本各地へ着弾するとされる。射程は、 同型の実績を含めると 1300km から 2000km となり、日本の大部分が射程となる。弾頭はペイロードに合わせて、高性能爆薬、核、生物化学兵器が選択可能である。多弾頭のマーブ技術についてはムスダ弾の原型である。R-27 の技術移転の際に獲得している可能性はあるが、核弾頭の場合なら、 単弾頭と比較してさらなる小型化が必須であり、強化原爆か水爆の技術が必要とされる。2013年現在ではまだ途上と考えられ、結果的にマーブは選択できないとみられる。ただし、強化原爆については、開発成功を示唆する分析も存在することに注意が必要である。ノドンや北朝鮮の核開発の現状については、不明な点も多い。 ここでは異なった複数の専門家の意見があるので、両論を併記する形で提示する。しかし、楽観論に関しては、技術的な事実よりも政治的な意図が入り、問題を歪償化しているとの指摘も見受けられることに注意が必要である。以上のことから、新重論の専門家らは1998年のパキスタンにおける代理核実験で、 基本的なプルトニウム原爆の爆縮レンズの作動確認を行い、2000年代までの核の闇市場からの技術移転で小型化への意なる助けとなり、2006年の公式核実験で一定の成果を上げたが、少ない核物質でより強力な原爆を作ろうと模索し、2009年からは威力を増すための実験を繰り返したと認識されている。化学兵器に関しては、 北朝鮮は最大5000トンの生産ガス、神経ガスを保有しているとされ、生物兵器に関しては、コレラや、黄熱病、天然痘、発疹チフス、腸チフス、赤痢など13種類の細菌、ウイルス兵器を保有しているとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。